12月31日の夜に迫った第74回 NHK 紅白歌合戦。最近では視聴率向上のため若手歌手を増やす傾向が見られますが、若い世代はどのように感じているのでしょうか。弊局が実施したアンケート調査によると、全国の10代、15歳と20代の男女500人を対象に調査が行われました。今回の紅白出場歌手で全く見る気になれないと感じるアーティストを、赤組白組からそれぞれ1組ずつ選び、理由も尋ねました。それでは赤組から見る気になれない上位5組を見ていきましょう。第5位、40票新しい学校のリーダーズ。5位は同票で2組。意外なことに、新しいは若者には受けていないようです。彼らに対する見る気になれない理由は以下の通りです。下品すぎて良さがわからない、20代女性、医療系、北海道。今年よくテレビに出ていたが、ああいうノリは好きじゃない。名前も受け狙いな感じ、20代男性、アルバイト岐阜県。第5位、40票水森かおり。ベテランの出場回数は21回目ですが、今回はドミノに挑戦するとのこと。演歌の人ですね。演歌に興味なし、20代女性、会社員、神奈川県、同様の意見が多数寄せられています。第4位、41票20。いつの間にか4回目の出場です。ブームは過ぎてますよ。とっくに興味がない、10代男性、無職、大阪府。 K-POP のゴリ押し感が半端ない。韓国系は紅白に出なくていいと思う、20代男性、アルバイト兵庫県。第3位、49票アーノ。2023年テレビで頻繁に見られたあのちゃんが、生理的に受け付けない。以上、20代女性、公務員、富山県。普段は歌手として活躍しているわけではない人が出るのはどうかと思う、20代女性、学生、兵庫県。あのキャラが苦手という意見が目立ちました。第2位、55票天童よしみ。今回が28回目の出場。紅白で道頓堀人情を歌うのは4回目です。この人の音楽に興味がない。要するに演歌が好きではない。20代男性、アルバイト、北海道。さすがに世代が違いすぎて見る気はない。20代女性、アルバイト、埼玉県。予想通り、10代、20代の多くは演歌には興味がありません。第1位、74票アド。昨今、増えている顔を出さない歌手の一人。2022年にはアニメ映画のキャラ歌として出場しましたが、アドとしては初めての紅白出場となります。顔を出さないのになぜテレビに出るの？意味がわからない、20代男性、公務員、沖縄県。顔が見えないのに、本物が歌っているかどうかわからない。出る意味はあるのか？20代女性、学生、宮城県。人気があるみたいですけど、私はこの人の声や歌い方が苦手なんです。20代女性、会社員、東京都。若者からの支持はあるものの、テレビ出演に対する疑問がこの結果に影響しているようです。12月2日に放送されたベストアーティスト2023日本テレビ系や18日の CDTV ライブ、ライブ、クリスマス4時間半 TBS 系ではシルエットで歌唱しましたが、紅白ではどうなるのか注目が集まっています。視聴者のコメント。10代、20代の声を聞いても、K-POP には全く需要がないことははっきりしているのに、なぜ NHK はそれを選ぶのか、説明責任があると考えます。他にもっと選択肢があるはずですよね。どこに圧力をかけられて、なぜ彼らを選んだのか、その答えを知りたいと思います。最近、ネガティブなアンケートが目立つようになりましたが、これはクッキーの影響なのでしょうか。最新のアンケートはサンプルが非常に少ない上に、どの手法が使われたのかわからないため、アンケートに答える人というだけでも偏りがあります。ただ、紅白の出演者の選出は本当に謎で、
見えない枠があることはなんとなく理解できています。とにかく受信料を払っていない国からの出演者を呼ぶ理由は何なのか、それだけは受信料を支払っている方々にはしっかりと説明されるべきだと思います。 K-POP が流行っているという虚報はもうやめた方がいいです。過去の様々な歌手や曲を考えてみましょう。本当に流行っているならば、その名前や曲のリズムは自然に頭に入ってくるものです。しかし K-POP にはそれがありません。数年前のグループが少なかった頃の方が話題にされていたでしょうね。ファンがいないわけではありませんが、その数は少ないです。なぜここまで紅白に対して批判的な意見が多いのでしょうか。確かに参加者に不満がないわけではありませんが、Adoなどは大きな成功を収めており、彼女の選出は妥当ではないでしょうか。顔が見えない、本当に歌っているのか本当に踊っているのかわからないといった意見に関しては、本人の歌番組での音声の変化や YouTube などでのライブアカペラを調べれば違いがわかりますし、歌唱が評価されていることからミックスについて言及する必要はありません。多様性が注目されている中で昔の価値観にこだわるのは時代遅れではないでしょうか。紅白を見るつもりはありませんが、演歌から最新の曲まで幅広いジャンルの出演者がいれば興味がない人が多いのは理解できます。ただ出演が確定すると喜ぶ歌手たちに対して、このランキングを見て傷つくことがあるのは心苦しいと感じます。 K-POP のアーティストが出演するなら、日本のオペラ歌手や声楽を学んだ学生も出演してほしいです。国内の権威あるコンクールで優勝した方や音楽学校を卒業した後も音楽の道を進む苦労をしている方々がいます。彼らにもスポットライトを当て、紅白のステージで実力を披露してほしいです。痩せすぎた女性がバッサバッサと長い髪を振り乱して踊るグループよりも、実力を持ったアーティストが多く出演することを期待しています。これは音楽シーン全体にも影響しますが、紅白に出演する歌手や曲が10年後も変わらず聴かれるかどうかは疑問です。現在のような激しい流行り廃りがある中で、より心に響く曲が増えればいいなと思います。美空ひばりさんや百恵ちゃん、ジュリーの時代には歌が上手い方が紅白に出演するものだと考えられていました。いやも二のない時代の歌手たちの歌は本当に聞き応えがありました。今は知らないジャンルで流行っている曲も多くあります。知らないアーティストが出演することは新たな出会いとして楽しい一方で、少なくとも紅白のようなイベントでは日本のアーティストや歌手をメインにしてほしいと思います。